いよいよ、J20 ステルス戦闘機の実戦配備をする中国ですが、空母専用戦闘機開発が、まだ完全ではないようです。今回は、J20 戦闘機について、詳しく見ていきますね。WS-15 ジェットエンジンにも触れていますので、最後までお見逃しなく。アメリカの空軍大学中国航空宇宙研究所が発表したところによると、中国空軍における J20 の実戦部隊への配備が進められていて、2022年1月現在で、3つの部隊への配備が確認されたとしている。これまで、衛星画像によって、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 J20、1020の配備が確認されていたのは、東部戦区安徽省にある、カブラ湖基地の第9航空団、および、北部戦区の遼寧省にある安山基地の第1航空旅団、河北省にある蘇州基地の第172航空旅団、甘粛省にある河内新基地の第176航空旅団であった。しかし、昨年末頃に、中国のインターネット上において、南部戦区桂林基地の第5航空旅団所属とされる J20 の画像が出回っていて、その機体のシリアルナンバーが61160であることが確認されている。2021年に J20 の配備が始まったとされている第1航空旅団所属機の機体シリアルナンバーには61130、61125、61128などの数字が確認されていて、中国空軍航空旅団の定数が36機であることから、61160という機体は、第1航空旅団の所属ではなく、J20 配備の噂が出ていた、桂林基地の第5航空旅団への配備が始まった、可能性が高いとの憶測が出ている。ちなみに、中国空軍では、地軍機が映る、映像や画像を修正して、シリアルナンバーなどを特定させない場合が常であるが、J20 に関しては、それが消されていないものが多くあり、そのことについて、シリアルナンバーをあえて示して、J20 が量産体制に入ったことを、アメリカ軍に対するメッセージとして伝えようとしているのではないか、との指摘がある。また、アメリカ空軍大学の中国航空宇宙研究所、China Aerospace Studies Institute CASI においても、2021年12月10日の衛星画像によって、第5航空旅団が駐留する桂林基地に、4機の J20 が存在しているのを確認したとして、訓練、試験部隊である、第172航空旅団と第176航空旅団を除いて、3つ目の実戦部隊への配備が始まったとの見方を示している。中国が国産開発を進めていた J20 は、搭載予定の国産エンジン WS-15 の開発が遅れたために、初期モデルにおいては、ロシアの、フランカーに搭載されているサトゥールン、旧リューリカ AL31FM2 エンジン、最大推力 145kN が使われていたのであるが、エンジン生産については、ロシアにイニシアティブを握られ、計画通りの台数を得ることができずにいた。しかし、その後、改良を加えていた国産ジェットエンジンの WS-10C が最大出力 147kN を発揮し、かつ信頼性が高まったとして J20 に搭載され、量産が始まったとみられ、2021年6月時点で150機以上の J20 を保有しているとの情報や、年間40機程度の生産能力があるとの情報もある。ただし、CASI の分析では、その情報に懐疑的であり、172航空旅団、および176航空旅団が訓練、試験部隊であるため、J20 保有機数は、それほど多くないと見ているほか、2020年から、配備が始まった第1航空旅団において、2022年1月時点で9機前後と見ている。さらに、第1航空旅団への J20 配備数については、月に1機ないし2機程度のペースであるとして、未だに J16 との混在部隊として J20 だけで
定数を満たしているのは、安徽省鏑湖基地の第9航空団のみであるとの見方を示している。これらのことから CASI は、2022年1月時点で、実際に配備されている J20 は多くても70機で、そのうち実戦部隊に配備されているのは55機以内と指摘しているのであるが、中国における J20 開発は、想定していたよりも短い時間で成功しており、量産体制の整備やパイロットや地上整備員の養成、基地で運用するための設備の整備などを迅速に整えたことは驚愕的であるとしている。そして、中国は J20 をまた70機しか製造できていないと捉えるのではなく、想像以上に短い期間で第5世代のステルス戦闘機を開発し、70機も実戦配置する能力を得ていると解釈すべきであると主張して、さらに中国空軍はそう遠くない将来に J20 を1000機以上保有する可能性があるとも指摘している。中国空軍における J20 の配備数については、いずれアメリカ軍の関係筋から公表されると見られているが、2022年1月時点において、中国空軍は第5世代ステルス戦闘機の保有数で比較した場合に、航空自衛隊が保有する F-35 ライトニング2の機数を上回っていることは確実であり、数年以内には韓国などの F-35A、B や西太平洋に展開しているアメリカ空軍の F-22、ラプター、F-35A、アメリカ海兵隊の F-35B、F-35C、そしてアメリカ海軍の空母、カール・ビンソン、およびエイブラハム・リンカーン艦載の F-35C の合計機数を上回るのは確実であろう。しかしながら、暫定的に J20 に2機搭載された WS-10C は、F-22 に同じく2機搭載されているブラッド&ホイットニー社製の F119PW100 の最大出力 156kN と比べて大差はないのであるが、 F119 に装備されている水力変更ノズルが J20 には装備されていない。この水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジン、船舶のスクリュープロペラなどの噴出部分に装着され、噴流の向きを変えることで、水力の向きを変更させる装置のことである。ジェット戦闘機においては、飛行中に、この変更ノズルで、噴流の向きを変えることで、補助翼や方向舵による、機体の姿勢変化を、さらに大きく変えることが可能となり、フライバイワイヤーでのコンピューター制御によって、戦闘機の運動性を大きく向上させることが可能となるのであるが、WS-10C が、水力変更ノズルを持たないことで、J20 は、機動性の面では、同じ第5世代でも、F-22 と比べて劣るとの評価がなされている。このことに関して、2022年1月20日付の、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙、SCMP が、中国の WS-10 開発関係者からの証言として、2022年に、J20 の機動性をさらに改善するために、WS-10C への水力変更ノズル追加装備を検討するためのアップグレードプロジェクトが始まると語ったことを報じている。WS-10C への水力変更ノズル追加について、開発後に製造される WS-10C から装備されるのか、あるいは既存する機体の WS-10C にも追加装備されることになるのかについては不明であるが、いずれにせよ、このことで、J20 が F-22 と同列で語られるようになる可能性がある。なお、当初 J20 に搭載されるエンジンとして、最大水力 180kN を目指して、開発を進めた WS-15 については、現在も開発が継続されているとされており、最終チェックが2023年に完了するとの情報がある。2022年に WS-10C への水力変更ノズル装着する開発を進めるのと並行して、
WS-15 が水力変更ノズルを搭載して完成することも考えられ、早ければ2024年頃には F-22 の性能を大きく凌駕する新型の J-20 が登場する可能性があり、日本は第5世代を超える第6世代として期待されている次期戦闘機の開発を急ぐべきであろう。